どうもーっとピスタチオです。よろしくお願いいたします。はい、というわけで始まりました。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ピスタチオのエトスパトスロゴスということで、ね、はい、始まりましたね。はい、この番組はですね、キコーナさんは我々がですね1日2店舗お伺いしまして、はいはい、ビッグとバキを引くためにですね1ポイントずつ獲得しまして、はい、2人で合計2店舗で39ポイント達成なるかを目指す番組となっております、うん、なるほど、ありがとうございます、はい、さあここまではですね、はい、1店舗目さっき言ってきましたけども、はい、現在のポイント数が18ポイントということで18ポイントですね、はい、なので今回こちらですね、うん、キコーナ平井店さんに来たんですけれども、はい、こちらで21ポイントを行かなきゃいけないというね、うん、そうなんです、ね、しかもキコーナ平井店さんとはちょっと、はい、あんまりご愛想の方がちょっとよろしくないという、はい、申し訳ございません。あとですねもう一個情報が入っております。何、はい、でしょうか。キコーナ平井店さん、はい、先ほどちょっとちらっと見てきたんですけれども、はい、すごい人があらということで大繁盛、まさかのこの打つ台がないんじゃないかというあららららあるということで、はい、まあ、その際私はもうすぐに吉宗の方に来て、ダメですダメですダメ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 、何を言ってんの。でも多分ですけど吉宗の方が空いてないと思うんですけどね、うん、まあ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 、わかんないけども最悪最近増大したであろう、うん、パチンコ大工の原産、うん、ダメです、もうわけわかんなくなる。いやもうやむを得ないですこれは。いや吉宗の時点でちょっともうよくわかんないけども、はいはい、パチンコまで行っちゃうともう本当にプライベートでこの格好の変なおじさんが打ってるだけになっちゃうから、もうこれはだって本当にしょうがないですこれは。でちなみにだけど、はい、前回のね2店舗回って、はい、39ポイントいかなかったということで、はい、じゃ今回から罰ゲームだったんですけども、はい、先ほどの府中店さんでは、はい、スタッフさんがその罰ゲームを忘れて、ね、もうこれ罰ゲームなしで行こうっていうことだったんですけども、本当にやる気あるのかなと思っちゃいますよね、うん、だったんだけども、はい、駆け込みでですねこの平井店さんに、はいはい、関してここから罰ゲーム開始ということで、あとなんかね私知りたかったんですよ、うん、何を、なんでねここ間に合ったかというとね、うん、そのスタッフさんが、うん、平井店さんの近くらしいです家が、うん、なので取りに行ったと急遽、うん、ということでなんか最近気づいたんですよ、うん、2店舗やるうちの2店舗目、うん、平井店さん多いなと思って気づいたんですけど、多いね、うん、すぐ帰りたいんでしょ、多分終わった後にスタッフさんが、だから2店舗目平井店にしてるんじゃないかっていう、勘弁してくれよちょっと、これ市場が挟まれてますよこれかなり、うん、この間も終わった後に、うん、駅まで送りますよなんて車でこう送っていただいて、送っていただいて、ありがたいなと思ったんですけど、うん、よくよく待ってくれと、うん、我々ここから1時間近くかけて電車で帰ると帰るんだよ、この人5分後に家ついてるなと思ったら腹立ってきたんですよ確かにな、確かになそう、全然全然ありがとうじゃないんですよね。そうだよね、市場挟まってますよこれ。そうだね、下手したら多分駅まで送って、うん、戻って多分打ってますよここで。やってんなこれな、やってますよ、やられてるんだ。でもその罰ゲームがね、はい、こちらでございますね、罰ゲームがこれという、はい、わざわざ家まで帰って取ってきた牛乳瓶メガネというをかけて、打つというね。うわ、なるほどね、やだね、やだ、なんかね、うん、ちょうどやだ、なんかこのバラエティ的に、うん、見えない見えないみたいなのがあって、うん、押し間違えとかもあると思うんですけど、うん、絶妙に押せるぐらいの見え方、そう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 我々の唯一の武器である白目を奪われた状態、奪われましたから、もはや誰か分からない状態で今回は行きたいと思いますので、そうですね、はい、頑張りたいと思います。キコーナ開いて行ってきましょうよ、じゃあ、はい、それでは混んでるというね、うん、キコー店さん行ってみましょう、はい、それでは行ってきます。ファイト。古代ギリシアの哲学者アリストテレスは言った、人を動かすには倫理、情熱、論理の3つの要素が必要だと。その言葉は時を流れ令和にたどり着き、ある男たちによってさらなる進化を遂げる。それは数多の人たちをその光で魅了してきたスロット台ジャグラー。人はその光を見んがために祈りを込めてレバーオンし、時にはねじる。男たちは言った、エトスパトスロゴスがジャグラーを光らせると。いや混んでますよ、うん、すごい混んでます。でも打てないぐらいじゃない、ちらほら空いてるから。そうね、いい台が空いてればっていう感じでは、良かった、いい台が空いてればね、うん、まあでもこのくらいでまだ分かんないからね。そうなのよ、このいいんじゃん、この3、この辺は。ちなみに僕は、あのキコーナー平井店さん、初めて来た時に打った台がここ、これね、そう、思い出の。どれ打ちます、ちなみに。これ、あー、これね、はい、いいね、私はこれでございます。確率だってうん、もう6の確率いってますもん、確率だけど。そう、分かんないけど、うん、ま、こっちもいってんだよ、こっちもいいけども、でも僕は今までバケにやられてるじゃないですか、うん、これ短期勝負なんですよ、うん、いくら設定が良くても、うん、もし入ってたとしても出なきゃ意味ないんですよ、はいはい、ということで、うん、
こちらを。なるほどね。いや、はい、こんだけもう倍ついてて、しかも、うん、アイムジャグラーだから、うん、設定5以外は、うん、ビッグの確率高いわけですよ、はいはいはい、6でトントン、うん、それでこっから、うん、ダブルスコアで、はいはい、バケがつくことはないだろうということで、うん、もう光ってバケは嫌なんでこれにいきます。素晴らしい説明を、カメラに背を向けて僕に説明ありがとうございます、はい、そうです。すいません。そろそろビッグじゃないかと。いきますよ。いきます。どんどんいきます。いつもならだからこの時やめてんのよ。はいはいはい。大体僕はこの感じでいつもやめるから。はいはいはい。その後ここからどんどんいきましょう。はい、というわけでね、はい、早速2店舗目を打っていきたいと思いますけども。そうですね、今日珍しくですよ、1店舗目で、うん、いい感じで折り返してるから、はい、ここでなんとかね、そうよ、このまま終わりたいですから。本当の勝負はここからです。そう、あとポイントで言うと2人で21ポイント、はい、これを目指して頑張っていきたいと思います、うん、ということで初の罰ゲームいきましょう。牛乳ウィンメガネ、はい、装着です。うわーやだ、うわーやだね、やだ、打ちづらい。ちょっと待って、あ、全然、え、大丈夫ですか。あ、すいません、全然見えるわ。見えるんかい、見えるんかい。でも白目も見えてないでしょ、はい、もう。じゃあ見えんのよ、うん、見えるし、うん、もうなんかこれ言うとちょっと分かりづらいんだけど、うん、見えるけど見えないっていう、見えづらいのよ、う、ね、うん、見えづらい。だから非常に普通に打てちゃうけどただしてるっていう、なんかすごい嫌な、うん、ただただ恥ずかしい。そう、はい、じゃあちょっと行きましょう。行きましょう。すっごい嫌だよこれ。めっちゃ目悪くなる、これ。頭痛くなりそう。うん、マジでこれ頭痛くなる、やばい。せーの、これでハマってたらすげえストレス。せー、うん、ああ、すっごいストレスこれ。見えると思ってたけど、いざ打ち出すと、うわ、つら、すごい気持ちが悪い。めっちゃやだ。今マジで、マジでやだ。今気づいたんですけど、うん、マスクも、おお、おもろ、顔、牛乳瓶メガネ、おもろ。すげえ、すごい。もうさっきやってますから、ハサミ打ちなんですよ。そうね、さっきも、はいはい、この真ん中打ちがダメ、ハサミ打ちだったらビッグだから。ここでビッグ来たらいつもと流れ違うから、うん、真ん中へ押しみようか。これやってみよう。はい、これでビッグ来たらいつもとは流れが違う。はい、おいおい、いつも通り。ふざけんなよ。ただお笑い的にはありがとう。いや、よかったよかった。正直さ、マスクもしててさ、うん、牛乳メガネしててさ、もう誰でもよくない。マジで誰でもいいよ。この髪型さえしてれば別に俺らじゃなくていいからね。わかんないよこれ。さっきさ、スタッフさんがちょっとね、さすがにちょっとこれ本当に気持ち悪くなるから、はい、きついかもしれないですみたいなこと言ってたから、うん、1個ルール決めてさ、うん、ビッグ3回聞いたら撮っていいとか一緒よ。いいの？それどうすか？それでいいすか？でもなかなか難しいよ。ビッグ3回じゃない。なかなか確かに。ペカって3回じゃないよ。うん。ビッグ3回。いや、まあストレスよ。これやっぱちゃんと手元取っといてほしいね。ちょくちょくミスってますから。これ3回ビッグ長いな。長いね、ちょっと。もうマジでストレスだもん。やだね、本当にやだこれ。おら、え、前光り、妖怪前光りがいた。妖怪前光りですわ。ここ行きますわ。ここに止まっちゃうから滑って。うわ、何これ。今しかも押し間違いだし。やだ、牛乳瓶の今影響がもろに出てるから押し間違えてバケット。ちょっとこんなことある？何のための俺この台座ったのに。伊地知さん、はい、隣の人が大爆発してます。4連3台並んで空いてまして、うん、迷った結構小沢さんが真ん中、はい、僕が左の台を選んだんですけど、はい、右の台がお座りですね、すぐで、うん、ビッグ4、バケ1回の5連チャンしてます今、はい。これがもう持ってる人と持ってない人のあれよ。そうね、450ハマったね。ハマってますよ。で、もともと290ぐらいでしょ。そう、290、300ぐらいだったので、まあまあ、ね、まあね、なんか気持ち悪いなってきた。マジで、マジで、マジでしんどい。手がしびれてきた。ここの、うん、
締め付けもあってそう おかしくなってくるね頭が、うん、頭痛くなってくるねこれね。これまずいわ、これ本当に疲れやばいね、本当にやばいこれちょっと休憩しつつね、これやばい、本当にやばいわ、ちょっとしんどい、思ったよりしんどかったっすわ、これはやばい、地味、しかも地味だし、うん。さあ1万円です。お、1万円目に、私は今5000です。早くも行ってます、今回はやばそうですよ。何が1万円だって、このメガネを俺らに罰ゲームとしてつけさせてるスタッフがどこにもいないのが嫌だ。またいなくなりました、どっか行ってるよあの人、やだそれが1万円だ、ちょっともう1万腹立つ、それが放置じゃない。ひじさん、はい、お隣の方か、いやもうやば、大爆発して、いやもうやばいってやばいって、もうさ、こちらの牛乳瓶メガネ、新たな弊害を見つけたんですけども何ですか。え、ここら辺で隣の人の光が見えてちょっと自分かなって思って見ると私じゃない、ショックがでかい、いやもうやだよ、はい、隣大爆発じゃん、結構辛いよ、辛いよ、本当に辛いよ、やっぱ開いてんの悲劇が見えてきてるからもう673もう都市伝説みたいになってるから開いジャグラー700 悪夢再び、詳しくは 1回目のこのエトスパトスロゴスをご覧ください。俺も400回転だ、怖いな、ちょっと行ってるね、マジで怖い、ちょっと見てくるわ、台他の、あら、ちょっと、なるほどね、ちょっと一旦、わかりました。さあ、出ました、ビッグです、777、おめでとうございます、これで、これで1ポイントですよねこの777、小田さん、はい、私決めました、何でしょう、ここで思い切って、うん、モンキーターンを打っていきたいと思います。ダメです、なんでだよ、自分の金でさスロット打ち来て、なんでそんな殺人されなきゃいけないんだよ、我々はそういう生き物です、この台打ち始めた時に293回とかだったんですよ、はい、そこまですごくね、コンスタントにすごくいい調子で当たってんの、このデータ見るとね、データがね、うん、これやめた人はエスパーだったのかな、やめた人はすごいよね、うん、ぴったりだもん、やめとき、あの人はだから800ハマるっていうのが見えてたってことだもんね、すごいよ、本当にすごいと思う、今のところ、はい、1時間ですが、はい、コメントが、はい、メガネの件か、はい、辛いしかしてないですよっていうカンペが出たんですが、はい、それに関して言わせてもらっていいですか、はい、はい、自分で気づいてますよ、それは、うん、で、はい、なんなら正直言うと、うん、それでいいと思ってるし、うんうん、もう本当に心の底から、うん、だから何がっていう逆の立場に考えなさい、508と850はめてみなさいよ、本当、そうよ、ね、ほんで隣光ってるし終わってんだよ、もうダメだ、ぐじぐじ俺らが文句言ってる隣で、ね、隣の人ペカラしてんだから、大当たりしてんだから、それこうなるよ、無理だよそんなもん、俺らも今なんでこんなにね、うん、長尺で、うん、ここ喋ってるかっていうと、うん、今までの取れ高がないから、うん、ここでなんとか尺を埋めようっていうのが半分、半分は喋ることによってなんとか打たないでこのことを教えてそうですよ、今なんとか、うん、そうだよ、お金使いたくないんだから、はい、そうだよ、 やりたくないよ本当のこと言うと正直言うと、そうだよ、帰りたいんだよもう今俺、うん、さあ900が見えてきましたマジで1000いくんじゃない、900が見えてきた、1000あんじゃない、なんだろう、もうなんかこうなったらね、うん、1000いってほしいもん、そうだね、
俺言うかも、光ったら光っちゃったっていう光れないよ。ただ小沢さん、はい、私 もう550という、はい、あなたの後追っかけてますから、はい、地味にありがとう、感動を与えたいね。あーよ、ほら光っちゃった。いや小沢さん、今のは無理です。今もうカメラで見てもらうと分かるけど、うん、喜んだリアクションしたんだ小沢さん。今俺右の方で見えてたもん、でシャッて言ってちっちゃい言っちゃったもん。その後から光っちゃったもん、無理です。さすがに喜ばして、すごい喜んだもん小沢さん、はい、あとここで小沢さんに笑いの神があるならバケですよ。俺はもうバケがいいもん、正直言うと。ここでバケは面白い、うん、いいですね小沢さん、いいですよ違うじゃん、違う。あ、もうカメラがカメラが倒れる、カメラが最悪、もう非常まれに見るグダグダの回ですよ。違うよ、もういいですよ、勘弁してくださいよ皆さん本当に。本当なんだろうね、このデータを見ると、うん、押上周辺の街並みみたいなどういうことで、住宅街があって、うん、ちょっとマンションとかがあってスカイツリーみたいな、いや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 、スカイツリー周辺の街並み、例えよ小沢さんですよね、これだとしたら俺もそうですよだとしたら私もそうですよ、やっぱ高さが、東京タワーです、そっちは、こっちはね、スカイツリーですから、やっぱ押上周辺、今日のデータ押上周辺でございます。もうポイントは無理だからねもうほぼほぼ、えらいね伊地知さん、ポイントのこと覚えてた、あれ小沢さん忘れてた、もう忘れてました、うん、ポイントなんて知ったこっちゃなかったからもうああ来ました、頼むマジで、ここは欲しいよビッグ、ここが欲しい。ただ小沢さん、バケだったら面白いよ、ビッグです、ビッグでした。小田さん、面白さいらない、いらない。小田さん、はい、ここで報告があります。何でしょう。もう少しで、はい、平井悪魔の700 700、平井ジャグラー700、そして投資20000、あら、あと30分、ポイントがあと2ポイント取ればいい。違います小田さん、はい、今まで取ったのが4ポイントです、はい、あれそうだったんですか、はい、残り30分で、うん、僕まだビッグ1回も引けてないわけだから、うん、ほぼほぼ確定してきたのは、うん、もうこの今日のオンエアで、はい、俺が顔を晒すことはないわけだよねこっちだって大体ね、うん、タレントで顔を出せない人って何か、あ、来ました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 、ここ大事、ビッグ来い、ビッグビッグ、おっ、おっ、石の図、おい石の図、はい、どうなるか、ここで一旦コマーシャルないないない、でこっちが倒れるのよずっと、あ、顔が倒れちゃう、はい、行きましょう、一斉のせいって言っていいよ、はい、せーの、ちょっと外した、しかもビッグやん、それもうこれもうビッグのいいやつ、いい止まり方やん、すいません、いやあるこんなこと、すごいね、偏ってるね、796、こんなバケ偏ることある、女性関係だ薬で何だってさ、はい、ね、逮捕されたりとかいろいろあってさ、はい、顔を出せない人いるけど、法を犯してないのに顔を出せないんだから、そうだよ、何にも悪いことしてないの、辛いよ、ただジャグラー打っただけやったこと辛いよ、これは辛い、何が辛いって、うん、もうポイントもほぼいかないから、うん、次も罰ゲームそうなのよ、もう確定なのよ、もう俺マジ、もしかしたら、もしかしたらだよ、はい、次の収録来ないかもしれない
僕も来ないかもしれない。あ、じゃあもうないわ。ないわ。ないですじゃあ。終わりましたじゃあこの番組。スタッフさんが打ってる可能性があります。でも何が辛いって、うん、スタッフさんが打っても、うん、再生回数そっちが伸びる可能性あるからね。おお、これあるよ。じゃあ。ある。これあるよ。頼む。緊張する。うお、取れた。出ました。やった。出た。相手の黒目でこれ。出ました。これはでかい。これは嬉しい。小沢すっごいスッキリするね。めっちゃ羨ましい。めちゃくちゃ気持ちいい。これめちゃくちゃ羨ましいわ。伊集院さん、ちなみにあとの20分の移動は考えてないの？いや、もうなんかやりたくない。もうやだ。もうだだこねちゃったじゃん。もうやりたくなくなっちゃった。まあね、気持ちはわかる。だって、うん、バケ引きたくないからってこの台選んだのに、バケなんだもん。おお、こっちから行きます。はい、お願いします。おい、おい、はい、よし、じゃあ取ります。うん、ダメです。もうね、伊地さん、俺は止めない。俺は止めてください。欲しいからもう。小田さん、うん、せめてボケつぶつなだけやめて。止めてよ、うん、俺はもう止めない。伊地さんの気持ちを察したらもうメガネぐらい取っていいと思う。小田さん、何、せめて突っ込んで欲しかったよ今。やるせないよ。終わりよければせめてよしって言いますから。結局なんかここで、ね、ここでな、2回か3回サクサク連チャンしたいな、うん、察したらまあ、気持ちよく帰れますよ。まだ来てくれ、200までに。そうね、200までにビッグを。もうこれ飲まれたら終わりですよ、私時間的にも。そうですね、ビッグを。おお、右から。ジャグラー史上に残る勇者だと思う。なんかね、うん、バケを表彰する大会とかあったら優勝できる。そうだね、本当にすごい。いや、すごいよ、うん、本当に。府中店さんの途中がビッグ1のバケ7だったのね。そう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 、朝1から打ってすごいですよ。いや、すごいよ、マジですごい。おーい、うわ、もうずるいよ。もうずるいと思うもん。さあ、あと3分です。はい、なるほど。おい、おい、もうね、うん、言葉はいらないよ。そうだね、本当に。やっぱ男の生き様を語るのに、うん、言葉って無意味だから。そうね、行動を背中で見せるから、うん、だからやっぱり、うん、もうこの画面もいらないんだよ、俺のジャグラーには。はいはい、もう背中で十分、うん、もう背中でもう。もう隠しちゃうもん、ほら。もうこれでわかるから、これでわかるから。うん、すごいよ、すごいよ、逆にすごい。終了でございます。打ちたくない時に打たなきゃなくて、この打ちたい時に終了っていうね。そうです。それがエトスパトスロゴスです。もう一番辛いよ。そうです。まあでもさ、うん、なんだかんだ今日ね、うん、
まあ、1日かけてさ、うん、まあ、いろいろとこう打ってきたけども、はいはい、まあ、なんだろうな、このジャグラーをさ、うん、こう打ってて、まあまあ、なんだろう、俺らピスタチオっていう芸人が、うん、まあ、こうメガネをね、はいはい、こうかけたりなんだりしながらこう、うん、どうなんだろうな、顔を見ると、はい、我々の作戦がバレてるんです。何ですか作戦っていうのは。いや、ここで何ですか、タラタラ喋って、はい、少しでも長いこと打とうとすんじゃねえよっていう。まあやめましょうか。じゃあやめましょうか一旦ね。しかも普通、はい、お笑い分かったらこのタイミングで光った、光るはずだよ。そうだよ。ただそういうのじゃないから、光んないから。そう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 、これがリアリーよ。うん、普通こういうことやったら一回光ってんの。そう、こっちも結構長いこと打ち続けちゃってるから、うん、もう光んないと面白くないから終われなくなっちゃってる。そうだよそうだよ。もうダメだ、もうやめますか。こんなにちょっとこのちょっと流すっていう何このちょっと流すっていう、これだけ打っちゃダメなの。このちょっとだけ流すこれは厳しいよ。これだけ延長戦あり、これだけ延長戦ありですか。これだけ延長戦いいですか。よしビッグ入ったらもう即やめですよ。そう、ただ小沢さんなんか、はい、伊地さんこれでやめさせるのはかわいそうだよ、うん、これだけ打たしてあげましょうよってスタッフさんが言ったけど、はい、自分打ってるからね。そうです、やめてください。私も許可を得ました。自分打ちたいからって、そのあなたは今日言われてないから。ありがとう。バレてますか、私がこっそり。小沢の作戦はもうバレてますよ。あ、バレてました。おい、はいはいはい、素晴らしい。うーわいや、こんなことある。いや、もう辛いよマジで。ビッグ1回でやめれんだけどな。そうなんだよ、ビッグポンってきたらもうやめれんだけどな、うん、その場で。すごっ、うーわ出たビッグ。しかもほんと100回以内だ。そっちビッグだよ。かけたい。というわけでですね、はい、キコーナ平井店さんでの実践が終わりましたけど、お疲れ様でした。ありがとうございました。小田さん今回、どうでした。ビッグが4回、はい、レギュラーが2回ということで、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、私はですね、うん、ボーナスとりあえず7回引くことになりました。ただですね、見て分かる通り、はい、眼鏡を外せてないという状況がありますんで、うん、ビッグ1の化け6という。本当に何ですか。いや、だから構成って云々とかではなくとにかく化けを引きたくないっていうことで、うん、ビッグ5、はい、バケ11がついてる台に、うん、ビッグバケに重っきし勝てるっていう台に、そう、ね、座りました。あえて座りましたよね。これはもう光ればビッグだろうと、うん、座った結果、はい、最終的な台の付き方が、うん、ビッグ6、うん、バケ16ということ。ありがとう。ちなみにですけども、ポイントで言うと39ポイント目指す、ことなんですけども、はい、今回ですね31ポイントということで。あ、なるほど。次回も罰ゲームらしいです。なるほどね、うん、もう何でもいいですよ別に。何でもいい。こっち顔出てないんですか。顔出す仕事やって顔出てないんですか。一体いい罰ゲームは、うん、そうですよ。いいですか。いいよ、罰ゲームのこれ決めるらしいです。何だっていいんだから、うん、さっと引いて。マスクだって何だっていいんだから。さっと引いて、はい、これです。はい、何でしょう。エトスカード。ん、次回の実践の時にアンクルウェイトを装着して打つこと。え、ちょっとさ、思うんだけど、アンクルとか、うん、多分手にこう重りをつけて歌うんだけど、いいのいいのいいの、うん、全然、うん、やるのはいいんだけど、うん、もうちょっとさ、うん、見栄えするやつやって。いや、ほんとそうなのよ。ねえ、これより地味ってなんだね。これがやばい地味だったのに、うん、だってこれで別にさ、うん、視聴者が腕につけてるだけだから。そうだよ、分かんないんだから。何にも見えないよ。もうシンプルに、うん、センスがなさすぎる。ちょっと待って、罰ゲームのね、ひどいよこれね。いや、俺芸人13でやってきたけど13での罰ゲーム必要なんか、うん、このシンプルでさ、うん、地味でさ、うん、すぐ終われたっていいのよ、はいはい、地味で長いって一番いいから。地味で長いんだから。ただの長いよ。俺マジはっきり言います、うん、ただのいじめですそう。で、絶対だけど辛いもん。これはやばい。やばいよこれ。意味が分かんないもん。アンクルウェイちょっと本当に良くないね。やばいわ。だからもう、次からこれ地味でね、うん、正直映っても関係ないわけじゃん。うん、関係ない。だったら俺らが成功したら、うん、次の回、うん、スタッフさんアンクルウェイって。そういうことですよ。だってそういうことですよ。テレビ映ってこっちもこっち関係ないよ。そう、関係ないんだから。皆さんに引いてもらえますから。そうですよ。39ポイントで皆さんにやってもらえます。そうですよ。次回もどうなるのか、うん、まあこれあれなのか、次回あるかどうかっていうのはまず分かりませんから。まあね、まず、うん、もしかしたらもうこの後も終わり、終わり、バチバチに喧嘩すんの今から。よくないね。というわけで、よくないですけども、次回もお楽しみということで、はい、お楽しみ。チャンネルの高評価と、はい、ね、コメントとね、うん、ね、チャンネル登録、高評価、コメントの方、はい、ぜひともよろしくお願いします。ということで、はい、というわけで、次回もやっちゃうよ。うん。
頑張るよ。